はい、では、続きをやるんですけども、ちょっとストーリーを進める前にね、紹介したいバグ技が一つあるので適当にエンカウントしたいと思います。どんなバグ技かと言いますとね、実用性が一切ないんですよ。びっくりするほど実用性がないんですよね。だから動画の最初でぐらいしか紹介する場所がないなと思ってね、紹介するんですけど、まあ、このカルゴという少年がいるじゃないですか。まあ、このキャラクターは、まあ、戦闘力が表示すらされてなくて、まあ、本当にただいるだけのキャラクターなんですよ。戦闘にも参加できないしね。ただですね、こう並び順がこうカルゴが左下にいる状態の時に、この戦えませんの状態で A ボタンを押す。するとこの戦闘の最初の画面に戻されるんですけど、この状態で戦うをするとね、カルゴになぜかカーソルが合ってるんですよ。普段はねカーソルを合わせらんないんですよ。もうこれより下に行かないんですけど、なぜかねこの条件を満たすとカルゴにカーソルが合わせることができて、まあ、戦闘に参加もさせられてしまうんですよ。するとねカルゴの姿がなぜか黒い悟空に変身すると、そして弱いと、こんな強そうな見た目からで死ぬと。でまああっさり死んでしまうんですけど、当然この状態で戦闘を離脱するとね、なぜかデンデまでいなくなってるんですよね。これどうなんでしょうね。このまま進めたことはないのでストーリーに支障があるかどうかは分かんないんですけど、まあ、多分支障はないんだろうな。多分ここで死んでも死ぬことをそもそも想定されてないと思うから普通にストーリーは進みそうなもんなんですけど、とりあえずこんなバグがありますと。それでですね、現在最長老のところに向かおうとしてるんですけども、まあ、ここがこの最長老の家に向かうための洞窟の目の前だということでね、早速ここに潜って、まあ、最長老のところに向かうんですけどね、まあ、このダンジョンが前から言ってるように、まあ、非常に長くてめんどくさいと。うわぁ、一歩だよ、一歩歩いただけだよ。で、まあ、この長くてめんどくさい洞窟を抜けるんですけども、まあ、当然カットしますよね。で、合言葉が必要なので、以前にっていうか前回、前のパートで、他の洞窟に合言葉を取りに行ったじゃないですか。まあ、あれによってその合言葉を言えっていう場所は通り抜けられるんですけど、この洞窟ね、その後にね、ネイルがいるんですよ。ナメック星で唯一の戦士タイプのナメック星児であるネイルさんですね。ネイルさんがいて、ネイルさんがなぜかネイルさんの偽物と戦ってるってシーンがあるんですね。そこでネイルを仲間にして先に進むことができるんですけど、そんなわけでですね、そのネイルさんがいる場所の目の前についたセーブデータがこちらです。もうお料理番組みたいなテイストになっちゃったけどね、オーブンで10分焼いたものがこちらですみたいな。どうせカットするならこういう見せ方でいいかなと思って、デンデたちもちゃんと生きてます。で、この小部屋に入るとネイルが2人いるんですよね。偽物っていうの多すぎね、このゲーム。なんかラディッツの偽物もいたしな。なんかコピーマンっていうキャラクターが、オリジナルキャラクターがこのゲームにだけいるんですけど、まあラディッツの時と同じく彼もコピーマンなんですよね。で、戦闘力 31,500 のそこそこの強敵なんですけども、まあこんなやつと戦ってでもしょうがないので、バグカードで一気に倒したいと思います。どのくらいバグ出そう、結構押したぞ。この辺まで行ったことはないでしょう。で、これをただでさえ強いネイルさんが使えば、あんなやつはおそらく秒殺でしょう。ネイルがネイルに攻撃だ。な、うわ、ぐちゃぐちゃだよネイルさん。今のって確かパワーボールのエフェクト、あ
嘘でしょ、変身してねえじゃねえか。嘘つくなよ。あ、戦闘力10倍になってる。すげえや、こんなことも起きんだな。もうこんなのワンパンじゃないですか。ワンパンマンじゃないですか。もう流派一致のカード使っちゃうよ。いや、必殺技使ってもいいんじゃねえのか。なんかちょっと流派一致カードでどのくらいのダメージを与えるのか。イケネイルさん、え、ちょ待って、あれ、今のはどっちのネイルがどっちのネイルに攻撃したの。あれ、え、なんかわかんなくなってきたな。あ、これ多分強い方のネイルだよね。え、わかんねえよ。どのネイルだよ。え、これいいんだよね。これ強い方が攻撃してんだよね。こっちの。あ、一発だよ、おい。やるな。ありがとう地球人よ。最長老様に言われて君たちを迎えに来たんだが、反対に助けられたような。戦闘力4万2000のネイルさんですね。ピッコロにそっくりの。まあ、ナメック星人には竜族と戦士タイプっていう2種類がいるんですけど、大まかに分けて。この星では、この時点では、唯一の戦士タイプだったみたいで、まあ、戦闘力が他のナメック星人と比べても段違いなんですよね。あ、戦闘力戻っちゃったよ。あ、まあ、でも大猿の効果だったらそうだよな。戦闘終了で終わっちゃうよな。42万保存されてたら面白かったのに。で、まあ、偽ネイル倒して仲間にしたんですけど、このイベントね、スルーできるらしいんですよ。一応戦ったけどね、ネイルさん無視して最長老のとこに行っても問題なくストーリーは進むらしいんですけど、一応仲間にしました。まあ、戦闘力がご飯たちと比べても段違いなので、まあ、いるとこの先楽ですよね。この先もね、結構、長いんですよ、この洞窟。この時点で半分ぐらいかな。まあ、途中カットしてるからどのくらいの長さなのかっていうのが未プレイの人には分かりづらいと思うんですけど。で、ここになぜかシンボルエンカウントの敵が一体だけいるっていう。意味深な配置なんですけど、戦闘力めちゃくちゃ高いわけでもなく、さっきの偽ネイルより弱いんですよね。まあ、こんな感じでね、ダンジョンが続いて、まあ、この後は特にイベントもなく最長老の家まで行くだけなんですよね。というわけで、ネイルさんを仲間にして、その後ダンジョンを抜けて最長老の家まで到着したセーブデータがこちらになります。これが最長老の家なんですね。いよいよ料理番組ですよね。最長老に会うとね、確かね、戦闘力が、戦闘力がじゃないな、レベルが全員に上がるんですよ、確か。経験値に関係なく。だからね、もうちょっとでレベルが上がるってやつがいたら、上げちゃっといた方が得なんだよね。で、今さ、このデータ、ご飯があとちょっとで上がるから、一番強いご飯があとちょっとで上がるんで、まあ、レベル上げていった方が得かなと思うので。ちょっとエンカウントしてから行きますね。まあ、なんでしとかなかったかっていうと、あの3つのセーブデータ全部の戦闘力揃えておかないと、あのお料理番組のやつ途中でバレちゃうかなって思ってあげてなかったんですよ。まあ、ネイルさんがいるからこんなやつは余裕でしょ。さささずとか使っちゃおう。結局1回じゃレベル上がんなくて2回エンカウントする羽目になりましたが、よし、ご飯のレベルが上がりました。つえーなー、こっからさらに2つレベルが上がるんだもんな。ダンジョン内で結構ね、真面目に戦闘してきたから逃げたりせずにレベル随分上がっちゃったんだよね。まあ意識的にレベルを上げてきた部分もあるんですけど、なんせこの後はさ、まあ、漫画通りだとあいつらが来るじゃないですか。ギニュー特戦隊が。あいつらがね、このゲームで一番難しいところだと思うんで、ギニュー特戦隊をやり過ごすところが。ちょっとそのためにはね、結構レベル上げとかないと厳しいんですよ。で、最長老に会うと。
地球での思い出を最長老にまさぐられて信用されるということですね。うわぁ、ドラゴンボール邪魔くせぇ。ドラゴンボールのカードは別枠にしとけよな。大事なものっていう枠作っとけよ。ファイナルファンタジーとかみたいに。どうしよう。まあ、どうせこの後また戻るしな。バブルスカード使っといてもいいな。敵と遭遇しにくくなるぞ。バブルスカードを使います。で、眠ってるパワーを引き出してくれるんですね。まあ、漫画だと先にクリリンが引き出してもらってご飯を呼びに行くって展開ですけど、みんなまとめて引き出してもらったみたいですね。いやー、このシーンであの二人死んでたらどうなるんだろうな。デンデとカルゴさっきのやつで死んでるのに、まあでも死んでるのにこの会話出るっていう感じになりそうだな。普通にさすがにここで最長老がブチギレるみたいな展開はないでしょう。あの子たちを殺したのですかみたいな、見殺しにしたのですか、そんなのは用意されてないでしょうから。よし、どんくらい強くなったかな。それじゃない、それじゃない。あ、強えな。もうご飯が普通にグルドに勝てるじゃん。すげえ、テンさんとかヤムチャが地球に来た時のベジータより強いっていう。いやー、底知れぬ可能性を秘めてますね、 Z 戦士たちは。で、何がめんどくさいってね、まあ、ここでネイルが抜ける上に、さっきのダンジョン、もう一回戻んなきゃいけないんですよ。この洞窟の何がめんどくさいかって、洞窟自体はそこまで長くないんだけど、最初に来た時に合言葉を言えって言われて門前払いされて、大抵のプレイヤーはね。で、さらにもう一回来て抜けたと思ったら、戻りを自分で戻んなきゃいけないっていう。これなんですよね。しかもネイルさんがいないっていうね。あ、すごいどうでもいいんですけど、ここでネイルさんが抜けた後にまた家に入ろうとするとまた最初の会話が出てくるっていう。フラグ管理がガバガバなんですよね。ここが最長老様の家だじゃねえよっていう。じゃあもう戻るよ。もうこれがめんどくさいんだよな。武空術カードとか使えばって思うじゃん、これ洞窟の入り口までっていうから。でもこっちから入っちゃうとここに戻ってくるだけなんだよ、この今いる場所に。だから結局自分で歩かなきゃいけないっていうね。ね、まあここでもできることならお料理番組方式で電源切ってロードし直したいとこなんですけど、セーブデータ3つまでしか作れないんで、今回はねそれ用意できてないですので、自分で帰りますよ。なんかね、申し訳程度にショートカットみたいな道が追加されてたりするんだよね。あ、そっか、さっきバブルスカート使ったからなかなか敵に合わないのか。ここの道ね、あ、って言っても道中カットしたから元がどういう状態かわかんないよね、プレイしてない人は。ごめんね、今回の動画テンポあんま良くないんじゃないの。ちょっとパート5が面白すぎたな。はい、洞窟の出口まで来ましたと。で、ここを抜けるとね、ベジータがやってくるわけですね。フリーザたちを出し抜いて、宇宙船からドラゴンボールをパクってきた後のシーンで、で、ゴハンたちを狙ってくるところですね。で、漫画通りザーボンがここでやってくるんですけども。まあ、画面右下から、皆さん邪悪な気を感じてるかと思うんですけど、とりあえず今はこのカードは使えません。ザーボンと戦闘なんですけど、ザーボンの戦闘力たったの2万3000なんで、今のご飯でも上回ってるぐらいなんでね、そんなに苦戦もしないでしょう。しかもなんと、ここからはベジータが正式にパーティーに加入するので、まあ、それなりに頼りになるのでね、彼にも働いてもらいましょう。ギャリック砲で一発でしょ、ザーボンぐらいなら。消し飛ばして、うわ、てめえ、ふざけんじゃねえ、働かねえな、この王子。あ、いいね、ご飯さんを見習ってほしいね。
ご飯の差しじゃちょっと時間かかるからな。彼にも働いてもらわないと困るんだけどな。あ、こいつ2回行動だっけ、めんどくせえな。どうしよっかあいつに必殺技使わなきゃよかったな。普通にマセンコを撃てばよかったよ。くっそー、ご飯と天さんもそれなりに戦えるからな。19000もあればベジータと基本この3人に戦わせよう。ベジータ、天さん、ご飯。おっしゃー、まあ当然このままじゃ終わんないですよね。変身があります。ボボンって言ってもね、戦闘力たったの3万なんでそこまで強くなってないんですよね。ベジータも今のでレベル上がったので、まあ、ベジータがちゃんと働いてさえくれればそんなに怖い相手じゃないですね。今度こそ頼むぜ。今度こそいけると信じてる。頼むよ。わあ、わあ、いつ、うわ、すげえ弱いカード使ってくれてんのに、ご親切に。何してんだバカ王子。あれだな、王子には頼れねえし、使うか。さて、ちょっと俺の目論見通りのことが起きてくれればいいんだけど、いけるかな。来た、ボボン。ザーボンは211のダメージを受けた。このね、美にこだわるザーボンに自分の醜い姿を見せつけるということでダメージを与える、この戦法どうですか。目論見通りあっさり倒してやったぜ。で、あー、このシーンだよ。こいつら倒すとギヌー特戦隊が来てしまうわけですね。で、これは漫画と同じ展開で、もう仕方ないから俺の願いを叶えろとベジータが要求してくるんですね。不老不死以外にも何か方法あるだろうって思うんですけど、おさくさに紛れて自分のなんか欲を出してるベジータがすごい腹立つっていうシーンですよね。で、彼らが来ると、そういえばあったな、修行。そっか、5回やった時にピッコロに画面が映ったんだっけ。お前修行いらねえんだけどな、もう。まあ、この悟空のカカロットの修行が終われば、またご飯たちに切り替わってギヌー特戦隊と戦闘だったと思うんですけど、ちょっと今回は短いかもしれないけど、この辺で終わりにしようかな。次回から、ギヌー特戦隊編ということで。